はい、こんにちは、シーラモーターズです。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎 ZRX2 のご紹介です。カラーリングはですね、ブラウンマーク2カラー、とても珍しい1台となっております。そしてですね、集合感などですね、各所カスタムポイントございますので、早速ご紹介させていただきます。まずですね、フロント周りです。ヘッドライトの大きな点灯傷、割れとはございません。ウインカーはクリアウインカーにカスタム済みです。フロントフォークの大きなにじみや漏れ、こういったものもない状態です。フロントフェンダーの大きな点灯傷、割れなどもございません。ホイールですね、ホイールの大きな曲がり、ガリ傷などもない状態ですね。エンジン周りです。ヘッドからのオイルにじみともなさそうですね。キャブレターからのガソリン漏れ、こういったものもございません。森脇のポイントカバー、ちょっとですね、点灯傷でしょうか、削れてますけども、オイル漏れとはございませんので大丈夫そうです。あとはですね、ステップ周りの大きなレバー曲がりなどはございません。マフラーは、ブラックの集合感です。後ほど音の方はご紹介させていただきます。リアサスペンションはオーリンズですね、サスペンションを採用しております。ホイールは、こちらもですね、大きな曲がり、こういったものもございません。リア周りです。フェンダーレスキットにクリアウインカー、そしてスモークテールという形で仕上げてあります。反対側回っていただきまして、グラブバーですね、タンデムバーですね。でシート、前後ろともに大きな切れや破れはございません。張り替え済みですね。少しあんこ抜いてあります。タンク周りのですね、大きなサビ、腐食等もない状態です。あ、失礼しました。タンク周りの大きな傷、へこみですね、こういったものもございません。そしてタンク内ですね、はい、タンク内の大きなサビや腐食、こういったものもございません。ではエンジンの方を始動していきます。集合感の、サウンドをですね、お楽しみいただければと思います。とてもおすすめの1台です。皆様のお問い合わせお待ちしております。